沼の方へ行ったか。よし、方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。兄は狼藉者か。いえ、でも怖いもの知らずでした。幼い頃私はよくからかわれておりまして。大昔の話のようだな。それはもう大昔。ある時袋詰めにされ木へ吊るされそうになったところを兄が鬼のふりをして皆を追い払いました。おかげでそれっきり。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎなたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ、ソーラが捕まらぬようにな。蘇ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。無事か。怪我人はおりません。方針は他の猛虎が連れて行った。ノリオ、やつら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に。腕利きのくすしゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと。方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。Thank you.
石川先生がおるはずだが。おらぬか。誰か見たやもしれんな。お手伝いできることは？さあどうぞ見ていってくださいよ。役に立ちますよ。お目が効きますね。お役に立ててください。役に立ちますよ。恐れながら数が足りませんね。では、あなたのご武運を願ってますよ。お手伝いできて光栄です。質がよろしいですね。お役に立ててください。お目が効きますね。目的を達せられますよ。どんな鎧でも結構です。酒井様、ノリオ。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、
皆討ち死に。浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマシだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は？海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかでした。悟りの境地を目指し仏に仕える、それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもきっと兄と共に修行して行くものだと思っていました。こちらへ来てください。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかでした。悟りの境地を目指し仏に仕える、それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行して行くものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。武士は己のみに生きるにあらず。それは大変な生き方なのでしょうね。幼き頃より家名を背負ってきた。通ったことはないな。それは今もですか？わからん。猛虎襲来前、まもなく野営です。来い。万兵です。倒しましょう。何か生命そぐらず。野営を見渡した。あの蔵はどうでしょう？よしよし。方針を見つけましょう。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し術。呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。
方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。